前田の高校時代がガチでヤバかった。先に一番重要なことを伝えておく。これは前田の時代のもので現代のものではない。どういうこと？現在もこうだと勘違いしないでくれ。それだけヤバい話だ。前田は高校1年生の時にサッカー部を除籍となっている。除籍？何をしでかしたの？チームメイトをいじっていた。周りがどうこうしていると思うほどのいじりだ。それはあかん。しかしよく毅然とした処分を下したわね。こういうのってうやむやにされるイメージ。それには理由があり、ここからが本題だ。前田が入学すると同時のタイミングでサッカー部で大事件が起きた。これは前田と無関係だが、他の部員が集団暴行事件を起こした。え？しかもその内容がおぞましいものだった。加害者がふざけているつもりだったと語った内容が、3年生7人が風呂場で2年生を殴り、約50度のシャワーを浴びせるなどした。人間の所業じゃない。そういった問題が続いたため、毅然とした対応をしたんだ。前田の除籍は約1年間続いたが、その間も一人で走り込み、生徒が登校する前に学校を清掃するなど心を入れ替えた前田は、除籍解除とともに生まれ変わる。これまでの一人よがりのプレイから、自分が一番ではなく周りの人のためにを意識。現在のプレイスタイルが出来上がり、高校時代にはそのプレッシングと静かに間合いを詰めることから、プリウスと呼ばれ恐れられたという。最後までヤバかった。